それではヘッドが下がる選手の改善方法について説明していきたいと思います。ヘッドが下がる選手は振り出していくときにこのようにキャッチャー側の肩、押し手側の肩がこのように下がってしまいます。そうすると肩のラインが後ろに一度落ちてしまうので、そのタイミングでヘッドが下がっていくような形になります。なので練習方法としてはこのように押し手側の肘の内側にボールを挟みます。挟んだ状態でこのように構えます。そしてこのままバットを振っていきます。この時にヘッドが下がってしまう選手はこのように肩が下がってしまって振り出す時に真下にボールが落ちたり、振った時にベース側にボールが飛んでしまいます。スイングした時にこのように前にボールが飛ぶようにしていきましょう。それでは練習してみます。エースボール1